焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、こっち。それを先に言え、舐めてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くな。これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつでな、国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。おお、諦めたらどうだ。さあ、エンチャントヘルブレイズ。こいつらってまだ捕まってないんだろ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。誰だ。
この子が七つの大罪？ありがとうございます。ここは、私はなぜ？ふらっと店に入ってきて、いきなりぶっ倒れたんだ、お前。店？豚の帽子で、俺の店だ。あなたが、マスターさん？おかしいか？いえ、その、背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？塚だけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ？シャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク！介抱していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ？はい。やっぱり。でも、すごく、美味しい。なあ、お前、あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた、生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ？大悪党だぜ？開けろ！村人からの通告があった！おい！出てこい！呼んだか？なんだ貴様！俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか？このサビの騎士ホーク！この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ！なんと！俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ！な騎士団があるか！この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ！ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました！何？急ぎツインゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビの騎士だ。おい！